はいどうもこんにちは、もちゃんねるんです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、泣いても笑っても今回で一旦もう最後になります。休館になりますが、トミカね、歴代名車コレクションの20号がね届きましたので、さあそれではちょっとね見ていきますか。いやもう20号で休館が、決まりまして、もう早いですよね。昨年末でしたっけ、決まったのが昨年末ぐらいだったと思うんですけども、いやもう早いもんですよね。まあ、かといってまあ20号まで出てくれたっていうのは、まああのコレクション的にはね、まあ、トミカのコレクションがシンプルに20台ですね。まああの静岡の先行販売を含めると、まあまあもうちょっとか27あるんですが、まあそれぐらいのねコレクションがね今回のシリーズでねちょっと増えたっていうのは、まあ非常に大きいかなと思いますね。さあそれではね20号やってまいりましたんで、さあそれでねじっくりとちょっと楽しんでいきたいと思います。はい、来ました。はい、ラストね飾るのはこちらです。改めましてトミカ歴代名車コレクション20号になります。今回の車両はランボルギーニカウンタック LP400、 こちらをね楽しんでいきたいと思います。いや締めはねこの緑のねカウンタックですが、さあそれではちょっと楽しんでいきましょう。まずですね、まあ、値段はねもういつもと同じですね。はい、1817円税込みで1999でしたっけね、1999円となっております。で今回は緑色のね、これまあ多分ソリッドカラーだと思うんですけども、またかっこいいねカウンタック出しときました。で箱の他の面ですが、ザザッとこんな感じですね。青ボケね、今回ね20号最初から集めてる方は全部揃ったと思いますんで、まあこれをね切って送るか送らないかはもう皆さんの自由ですけども、僕はもう決めました、送らないです。なんか箱切るのもなんかもったいないし、まあ今回はもういいかなと思いまして、はい。でザザッとね、はいこんな感じのね箱になってます。よし、じゃあちょっともう開けていきますか。寂しいっすね。いやほんと寂しい。なんて書いてるんですかね、なんかありがとうございましたとか、なんかそういうこと書いたのかな。そういうのを見るとねもうほんと余計にね寂しくなるんですけど、切れてない切れてた。よし、じゃあ行きましょう。ほいっとねー、よいしょ。さあさあさあ、じゃあでは行きますか。よし、どんな感じでしょうか。でまあまあ今回もちろんねこうちょっとね冊子がありますので、ではねこちらの方ねちょっとね軽く読んでみたいと思います。はい、ざっとね読ませていただきました。まあ今回もねこのね LP400 のこのトミカの歴史ね、一番最初は外国車シリーズで1977年にね登場したみたいです。あとねあのミニカーショップのねあのケンボックスさん、まあ、知る人ぞ知るねケンボックスさんちょっと紹介があったりとか、で、あとはまあこのねランボルギーニの実写のこととかもね載ってまして、で一番最後にこれまでね事後の予告とか書いてたんですけども、今回は休館のお知らせになっております。ちょっとねまあこれがあるっていうのは分かってたんですけども、ちょっとこれを読むとね寂しくなっちゃいますが、まあ、今後をもちまして休館させていただくことになりましたと書かれておりますので、であのこのプレゼントをね応募される方はあの4月の30日必着みたいなので、まあそのあたりはあの気をつけていただければいいかなと思います。で、あ、そうそう、あとこのバインダーをね買ってる人、これをねコレクションするバインダーね、最後の分まで多分一気に買ったと思うんですけど、ちょっと余分に買った分は一応あの返品できるみたいなので、まあそういったところもねあの皆さんねお気をつけください。まあということで、はい、ちょっとねもうしっかりとこれ読ませていただきました。よかったですね。うん、で感じのね今回のねトミカちょっと楽しんでいこうかなと思います。さあではラスト20号来ましたね、いきますか。さあではねラスト締めくくるのはこちらね20番になります、ランボルギーニカウンタック LP400、 こちらねちょっと見ていこうかなと思います。まずですね箱ですね、ザザッとこんな感じになってますね。はい、もうねいつもながらのデザインの箱です。ではでは開けていきましょうね。いや果たしてねこのもう20号より先があったならばどんなね車両が出てたのかっていうのもねまあ気になるところなんですけども、ね、まあまあまあそれは幻となるのか、それともこの先復活する時が来るのか、そういうのも楽しみにラストを楽しんでいきましょう。よし、じゃあちょっと行きますね。緑のカウンタック LP400、 おいいねさあそれではもうじっくりと味わっていきましょう。まずですね、はいこちらですね全体ですが、こんな感じになってます。まあ僕が思ってたより色は結構濃いめかなといった印象ですね。もうちょっと明るいね緑かなと思ったんですけど、ちょっと濃いめかなと。まあ画面通してねちょっとどんな感じ伝わるかわからないですけど、僕が思ってたよりは濃いめのね緑のソリッドカラーになっております。でフロントカーはこんな感じですね。まあバンパーとかこのナンバーのところですね、こちらはシャーシと一体になってま
ます。で、ヘッドライトのところとかはここは塗装ですね、シルバーの塗装が入ってて、中央にはねもちろんランボルギーニのエンブレム、このようにプリントで書かれてます。ちょっとこうね全体的にはちょっとね出てるところにしっかりとプリント入ってますね。でボディカラーはねさっきから言ってる通りこんな感じのね緑色ですね、ソリッドのグリーンになっておりまして、でもこのねもうボディの形デザインねほんとかっこいいですね。カウンタック安定感ありますね。先日プレミアムね25周年のアニバーサリーが廃盤になっちゃいましたけどもね、もう本当にそれにね通るもうかっこいいねデザインです。で側面見てみるとこのような感じ、まあもちろんですねこちら横のねデザインもしっかりとできておりまして、このね滑らかなボディライン美しくかっこいいです。でここの部分はこれは艶消しのブラックの塗装入ってますね。この後ろもね艶消しのブラックとなってまして、であここもか艶消しですね。であとはホイールタイヤはシルバーメッキのスタンダードタイプのものになってます。はいこんな感じです。で後ろですがと、はいテール周りはこうなってまして、レンズはね赤の塗装仕上げですね、プリント塗装でこのように再現されてまして、あとここにはねロゴもねこんな感じで書いてあります。カウンタックのロゴですね、ブラック単色です。でエンジンルーフの開閉のギミックもついてるので、この部分がパカッと開けれますし、でというちょっとね中の方はねこんな感じですね。エンジンの部分はシルバーの塗装仕上げですね、単色となってます。形はもうしっかりとできてますね。いいですね、素晴らしい作りだと思います。で反対側の、ね、側面もいきましょう。はいこちら側もしっかりとねはいこんな感じになってまして、で上から見てみるとはいこんな感じですね。カウンタックのねデザインやっぱかっこいいですね。で底の部分はとはいこんな感じになってます。でこちらの車両ねギミックですが、サスペンション機能とあと先ほど負けましたが、これねエンジンルームこのね開閉機能ですね。はいこんな感じでしっかりとね開けることができるねギミック付きなので、これねほんとねこちらねまあラストね締めくくる20号の車両でしたが、素晴らしいね車両で締めくくったんじゃないかなと思います。出来は本当素晴らしかったですね。色はね結構好みが分かれそうな気もしますけど、これはこれでいいかなと思います。はいということで今回はとトミカ歴代名車コレクション、今回のね20号でね休館になってしまいますが、ラストねランボルギーニカウンタック LP400 がね届きましたね。見ていきましょう。さあいかがだったでしょうか。まあ本当ね何度も言いますがね、非常にねちょっと休館っていうのはね残念なんですけども、またねこういったシリーズねどこかでね始まってこの続きとかもねすごいまあ気になったりもするんで、またね機会がねあってシリーズね再開とかあればね、またねちょっと楽しみにねしたいと思いますんで、まあ大人の皆様ねぜひなんとかこういったシリーズねちょっと再開ねよろしくお願いいたします。でねもしねこの車両気になった方は、まあ、発売されたねばかりになってると思いますので、朝日新聞の方では取り扱いちょっと今あるかわからないんですけども、お近くのね書店などで気になる方はぜひ手にしてみてください。ただちょっと1台ね毎回言ってますが2000円近いねものになってきますので、まあお財布とねちょっと相談の上ねぜひゲットしてみてください。まあということで、はい今回はねこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様もね、チャンネル登録やコメント評価、どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あと、ツイッターやね、インスタもありますので、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いします。では、今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、あの動画もぜひお会いいたしましょう。では、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。